はい、こんにちは。映画監督のギリア和明と申します。よろしくお願いします。映画監督ギリアさんです。イエイ。今日はですね、はい、最新作のラストナイツという映画を撮りまして、まあ5年かかりでハリウッドに戻ってきました。どういうことも今日はご案内していただいております。はい、後で名刺とかもここに来るんで撮ってください。はい、キリアさん、キリアさん、高円寺によっぽど深いつながりがあるから今日来たんですか？そうですね、私の生態師は高円寺の方でしたよ。生態師の方が高円寺。キリアさん自身は都内に。そんなことはないですよ、何度か来たことありました。あ、そうですね。はい、じゃあこの映画、皆さんこれすごい半5年かかったということですけど、改めてどんな映画かちょっと皆さんに。はい、ですね、地球は日本の中心からベースにしておりまして、俳優はクライ・ゴーエンとモーガン・フリーマンが出てます。それで日本から井原剛さん、韓国からアンソニーさん、もう17カ国の俳優さんが出ておりまして、世界30カ国で公開して日本が最後であります。ぜひとも11月14日公開なんで、ぜひとも見に来てください。よろしくお願いします。あと撮られた写真はどんどん拡散しちゃっていいんで、バンバン拡散しちゃっていいですか？まあ、次の次やってて。キリアさん、でもこんなね、先ほどのゆるキャラがプロレスしたところに上がっていいんですか？いいです、ありがとうございます、呼んでもらって。キリアさん、必殺技なんですか？ほんだら必殺技あります？必殺技はね、なんだろう、四の字固め、コブラツイスト、コブラツイスト。ありがとうございます。すみません。じゃあというわけで、この後も名刺をお配りしたりしますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。11月14日公開なんでお願いします。ラストナイツでございます。キリア監督でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、びっくり、サプライズゲストでございます。キリア監督ですよ、皆さん。